日本近畿地方大阪府大阪市中央区、上町上町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、上町1丁目及び上町 A、上町 B、上町 C。2015年10月1日現在の人口は2786人、世帯数は1582世帯。郵便番号は、郵便番号540-0005。西は、 内ち九宝寺町、龍造寺町、安藤寺町、北は宝園座か、東は玉造り、南は天皇寺区上本町、清水谷町にそれぞれ接する。九宝寺橋通から安藤寺、橋通やや北側の上、町筋沿いに位置する現在の上町 A、上町 B、上町 C は、元来は上本町三丁目という町名だった。1871年に、 それまで旧法寺橋通移北にあった上本町1の2丁目が、兵部省の所管となって消滅したため、翌1872年に上本町3丁目を上本町1丁目に改称。そして、1944年に上本町1丁目を上町に改称し、上町という町名が初めて誕生した。1979年に、広小路町、寺山町、 篠の目町三丁目、内、安藤寺橋通り一丁目、清水谷東の町、清水谷西の町のそれぞれ全域及び、内急法寺町一丁目、木の国町、三重門町のそれぞれ一部を上町一丁目として編入し、現在の町域となった。現在の上町一丁目は、広高寺と通称された地で、大阪城代の屋敷地を取り囲むように北園に植え、 境町、木の国町、東園に菱谷町、二江門町、南園付近に朱木町、城市水町、山川区町といった町があった。1872年に、内宮法寺町1丁目、木の国町、二江門町、篠沼町通り3丁目、内、安藤寺橋通り1丁目に改変。翌1873年に、広高寺の生範に、 広小路町の町名が誕生し、木の国町、三重門町、篠の町通り三丁目は、大阪市街から切り離されて、東成郡西玉造村となった。広小路の東半和城代屋敷発客後は、全域が、西成郡吉江門も入り地となった。1897年の大阪市第一次、市域拡張により、玉作町、清堀村とも大阪市へ編入され、 1900年に、木の国町、二江門町、寺山町、篠野の目町三丁目、清水谷東の町、清水谷西の町の町名となった。当初はうち安藤寺橋通り一丁目のみ、南区、他は東区に所属していたが、1943年にうち安藤寺橋通り一丁目の上、町筋等が東区へ転属、清水谷東の町、 清水谷西の町のそれぞれ末吉橋通以南が天皇塾へ転属となった。もともとは旧南区に上町という町名が存在していたが、旧南区城町に隣接する旧東区の篠の目町などの町名が1979年に統合し、旧東区上町一丁目が誕生する。しかし、1989年に南区と東区が統合し、 中央区が誕生した際に、大阪市の町名のルールでは、大阪城により近い旧東区側が上町1丁目、旧南区側を上町2丁目とすることになってしまうため、旧東区上町1丁目より、歴史の古い旧南区城町の住民の反対により、旧東区側を中央区上町1丁目、旧南区側を中央区、上町 A、上町 B、上町 C とした。 総務省住民制度課によると、アルファベットを外区符号に使うところは、他地域では確認できておらず、上町のみに使用されていると思われる。ただし、出典の日本経済新聞の記事にある旧南九条町は、事実に反している。1869年から中央区発足まで、現在の上町 A、上町 B、上町 C の外区は、東大区みな一大区東区所属である。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸アザ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。 AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、上町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。中央区人口。大阪市の住所表記になぜ A、ABC。 日本経済新聞。2018年9月21日へ閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと、 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざト 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。